どうも、ゆういちです。今回は、西伊豆の漁港でぶっこみ釣りをします。狙いは根魚と、マダイかなんかいい魚が釣れればいいなという感じでやっていきたいと思います。一応、足元とか、向こう側、対岸には、テトラが入ってますんで、そこら辺を狙いつつ、うまいことやっていければいいかなと思ってます。おいしい魚一匹釣って帰りたいんで、頑張ってやっていきたいと思います。今回餌は2種類持ってきました。前回大島で釣ったサバを塩と味の素で締めたやつと、いつも通りの味です。この2種類でやってきます。サバ抜きにつけ終わりました。これで投げてきます。アジつけ終わりました。これで投げてきます。タンポ釣れました。とりあえずおかずゲットしてきます。なんかがついてる気がするね。でも出ない。そうでしょう。濃いのがいる。めっちゃうつぼでしょ。いいですね。これは来た。これはいい感じのが来た。いいね、いいね、いいね、いいね。いいよ。いい引きしてます。すごい、すごい。これはいい魚でしょ。よし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 。大事にいきたい。大事に行きたいぞ。来た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 。浮いてきた浮いてきた。よしよしよし。来たー。やったよ。やったよ。おい。はーし。よっしゃ。やったよ。マダイ来たー。やった。水でマダイ釣れたぞー。しゃそうだな。
よいしょ。24時を迎えました。めちゃめちゃ風が強くなってきて、花粉症に応えてるのと、何より餌が全く取られなくなってきたんで、今回はこれで農閑としたいと思います。今回は大島で釣ってきたサバをイカタンにして、マダイが釣れたんで、とてもいい経験ができたと思います。これを糧にまた次回頑張ってやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。